ヤーマンワーグワン外遊ぶチャンネルの親父ひろさんです。いつもチャンネルご覧いただき誠にありがとうございます。ありがとう。今日はね、私の大好きなハワイ系チャンネルカラフルハワイさんを勝手にねおすすめしていきたいと思います。以前僕ハワのすすめという動画を出してるんですけれども、まあ、それのカラフルハワイ版という感じでしょうかね。でちょっとここからは若干面倒なので、いちいちのさん付けなしで失礼したいと思います。少し前にカラハワと僕ハワという私がね大好きな2チャンネルがコラボしている動画を拝見して、あ、この動画作ろうかなというふうに思いました。まあ、何年か前におすすめハワイ動画というコンテンツも作って出したことあるんですが、その時にはね確かまだカラハワの動画はねなかったと思います。ということで今日は改めてカラフルハワイのすすめ、登録者数も圧倒的に少ない底辺な私ごときがおすすめするのはもうおこがましいし、本当生意気なのは客も承知しておりますが、何卒ご容赦ください。ではカラフルハワイ応援企画始めていきます。始めます。まずカラフルハワイを見るようになったきっかけ、いくつか理由あるんですけど、同世代のおじさんだということ、ファミリーで楽しむハワイでおそらくお子さんも、うちと同じぐらいの年であるという親近感、動画を公開する時期が絶妙だった。この時期についてはもう少し掘り下げます。メインのシリーズである2019年ハワイシリーズは確かね我が家と同じぐらいの時期、2019年の夏にね飛ばしてるんですよね。でもねカラハワがね動画を出した時期がねすごくね遅かったんですよ。確か2020年の夏頃だったと思います。コロナが猛威を振るっていた時期ね。でコロナで海外に行けなくなって、それに伴ってハワイ旅行の動画とかもだんだん少なくなってきて、でその頃は今ほどねハワイ在住の方が YouTube をやってなかったし、なので新しいものが出てこずになかなか見るものないなと思っていた時に現れた救世主がカラフルハワイ。なぜ1年間温めていたかは謎なんですけど、よくぞ出さずに置いてくれましたというふうに当時思いましたね。コロナでおうち時間が長い時に本当に楽しまさせていただきました。もうね何コロナが来ること分かってたっていうぐらい絶妙なタイミングでした。続いてカラフルハワイをおすすめする理由、ハワイ愛にあふれている。これは他の YouTuber の方も同じと思いますが、とにかくハワイが好きなんだなというのがひしひしと動画から伝わってきます。私なんかはそこまでの思い入れはぶっちゃけなくて、なんなら次回の海外はハワイじゃなくてもというふうに思ってるぐらいです。シリーズのねボリューム感がすごい。10泊12日、なんとね全30話という壮大なスケール。私の2019年ハワイシリーズですら全15話だからね、もうそっから言っても2倍。1回のハワイ旅行で考えるとエピソード数としては僕ハワイより多いんちゃうかな。この長さはねハワイ好きからするともうたまらない長さ。もうどんどん楽しみが続いていくっていうね。ただねおそらく賛否両論もあって、15話の私ですらテンポ遅いよというふうにコメントでお叱りを受けたこともあるぐらいなので、パパッとね総集編みたいな感じで見たいという人にはもしかしたら向いていないチャンネルかもしれません。すごく聞きやすい。これはね明確な理由があります。アフレコが多いんです。カラハワの特徴ですよね。一部現地のリアルな音声も使っておりますが、圧倒的にアフレコが多い。これはね本当聞き取りやすい。旅行の音声ってマイクがうまく音を拾わなかったり、風だとか周りの騒音のせいで、いまいちね声が聞き取れないことって結構ありますよね。アフレコならその心配はなし。私は面倒なのでいちいち後から声を取って編集してということはあまりやらないです。機材トラブルで音声が入ってなかった時ぐらいかな。もう一方カラハワは編集した動画を見ながらアフレコするのか、もしくはざっくりデータ見てアフレコ先で後から動画をはめていくのか、その作成の順序は分かりませんが、実にね丁寧にアフレコを当ててます。いやこれねあまり意識してなかったけどいいシステムですよね。私の動画も結構聞き取りづらい場面あるから、今更ながらハワイの解説動画というか総集編みたいなの編集してみようかな。いやめんどいな。どのエピソードも楽しいんですが、どれかあげろと言われるとねどれかな。
まあ、24-25 のラニカイピルからの景色もうね、すごく最高なんですけど、やはり推しは最終回の30ですかね。最後の奇跡もさることながら、本来旅行最終日、ワイキキを離れ空港に向かうね、切ない時間がやってくるはずなんですが、まさかの家族とはぐれておっさん迷子、ワイキキの街ダッシュでそれどころではないというね、おもろい。まあ、全体通して言うと、基本的には Vlog ではあるんですけど、まあ、例えばスーパーだとかレンタカーだとかっていうね、解説も、その時々で丁寧にしてくれています。で、旅 Vlog の他に、ハワイのコンドミニアム特集というコンテンツも出されております。これもね、丁寧に解説されていて、興味ある方には刺さるシリーズじゃないかなと思います。ぶっちゃけこのシリーズ、私自身はそこまで興味はなくて、実はちょっと全部は見てないんですけれども、まあ、次のハワイ行きが決まったらね、改めてゆっくり拝見させていただこうと思っています。まあ、私自身自分でいろんなプロパティを探すのが結構好きで、まあ、今までもコスパ良くて素敵なバケーションレンタルとかに泊まってきたんですが、もうね、ワイキキエリアのコンド以外のショートステイが難しくなって以来、なかなかね、面白くてお得なバケレンがなくなってしまって残念。まあ、これ違反すると確か貸した方も借りた方も罰金がすごいんだよね。あとね、最近沖縄旅行 Vlog もアップしてるんですが、これも面白い。何が面白いかって、奥さんもね、 YouTube チャンネルを持っていて、同じくこの旅行の Vlog をアップしてるんですよね。つまり同じところに行って同じ体験をしているんですけれども、まあ、それぞれ視点が違うっていうか、フォーカスどころが違うんですよ。ハワイ動画つながりで言うと、鈴鹿チャンネルさんとか姉妹で動画を出していたので、まあ、それに近い感じなのかな。まあ、ちなみに動画に声すらほとんど出てこないうちの嫁に、お前も動画撮ったらっていう風に言ってみたら、はぁっていうね、めちゃくちゃ怖い顔で一周されました。まあ、うちは私も顔出ししておりませんが、嫁との約束で、旅行中に YouTube 動画、まあ、撮るのは構わないけど、私が映ったら離婚ねということになっているので、めっちゃ慎重に編集しております。まあ、そんな感じです。もちろん素晴らしいハワイチャンネルはたくさんあって、いつも楽しく拝見させていただいております。もう弱小チャンネルのお前が言うなって感じですが、まあ、その中でもカラハワは間違いなく良質でおすすめできるチャンネルだというふうに思うので、まあ、これからも応援したいし拝見させていただきたいと思っております。この動画を見てくれる大半の方はすでに見られていると思いますが、もしもね、まだ見てないよって方がいたら、ぜひ見てみてください。ということで、今日はカラフルハワイのすすめ、カラフルハワイ応援企画と言いながら、人のコンテンツで自分のコンテンツを作ってしまうというあざとい小判ザメ企画でした。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。さようなら。 See ya. Peace. I'm out.